さて続いてはシェア DGs、 県内の SDGs の話題をお伝えします。今回は17の目標のうち11番、住み続けられるまちづくりをに関連して人と人とがつながるための取り組みを紹介します。左半身麻痺の障害がある須賀川市の男性が隔たりのない社会を目指したイベントを開催しました。車椅子に乗る子どもたち。今月10日に須賀川市で開催されたイベントでの様子です。会場ではパラスポーツ用車椅子や電動車椅子など6種類を体験したほか、パラスポーツのボッチャも行われました。このイベントを主催したのは障害がある人の就職情報の発信などを行うつながりの代表、松川力也さんです。僕らは人と人のつながりを文化、都市関係なくやっていきたいっていうのがテーマですね。目指すのは人と人とがつながる隔たりのない社会。松川さんは中学3年生の時、脳内出血により左半身の感覚をなくしました。人生に絶望したこともあったそうですが、持ち前の明るさで前を向き、去年一般社団法人を立ち上げました。病気にあった時、僕自身が周りに障害者っていう人たちがいなかったんですよ。どう生きてるんだろうとすごい感じていて、でもなんかちっちゃい頃から車椅子に触れられたか触れられないかっていうのに、多分病気になった時も全然違いますし。会場に展示された福祉車両は乗る人の障害に合わせてカスタマイズされたものです。こちらの車は運転席が回転することで車椅子から直接乗り込めるようになっています。その車両福祉の隣では、福祉車両の隣では綿あめが配られました。子どもたちが福祉に少しでも興味を持てるようにと松川さんが考えました。こういう福祉に触れ合えるっていうのは、やっぱりちょっと子どもにとってもいい体験になったのかなと思ってます。県外からも参加者が訪れたこのイベント、学生ボランティアなどおよそ50人が運営を支えました。僕自身も障害を持って約10年目なんですけど、やっぱり人と人の協力っていうのと助け合いっていうことがすごい大事だなと思ってて、それ選択肢が増える社会を作っていきたいですし、僕たちつながりも作っていく予定ですね。